ちゃん。こんにちは。はい。はい。豊さん。はい。昨日ね、3年生を振り返るをお伝えしたんですけれども、はいはいはい、ちょっとね、一試合だけ試合中ということで、そのホワイトボードに書いてるのも今は終わっているんですが、そうですね。はい。だからちょっと書いていきますけども。はい。ロッテ対オリックスの1試合のね、はい、結果が出まして、で、まあ、オリックスが1、まあ、勝ったと。長いうことなんですけども。はい、ということで、はい、最後の試合はオリックスが勝ちました。そうだね。その試合について豊さんお願いします。はい、田中と斉藤のね、若いピッチャーの、うん、まあ投げ合いだったんだけども、そう、途中まで行ってたんですけど、はい、オリックスが5対1ということで、はい、勝ちました。はい。ね、まあ初回。うん、その斉藤がねピンチを招く、うん、ね、初回ノーアウト満塁から外に打席が回ってきて、はい、うん、まあ、絶好調の外なんだけど、はい、まあ、犠牲フライで1点を失うという、うん、まあ、その後ポランコを打ち取り、はい、まあ、フォアボールも重なってまた満塁になるんだけども、うん、岡、またファールフライで打ち取るという、うん、で、まあ、斉藤が勝ち投手になるんだけど、まあ、斉藤5回、はい、88球、うん、ヒット2本、うん、3三振、3四球、1失点という、はい、この3四球っていうのが、うん、初回に出した3四球だけなんだよね、うんうん、で、立ち上がりに非常に悪かったんだけども、この日ね、うんうん、だけどその、この若さでさ、はい、どちらからないでしっかり抑えて、うん、まあ、初回に1本打たれて、うん、まあ、途中佐藤かな、佐藤俊也に、はい、まあ、途中で打たれるんだけど、その2本だ、まあ、ピンチらしいピンチは5回投げたけども初回だけという、うん、まあ、それも自分でちょっとね立ち上がり硬くなって、うん、三四球絡めて、うん、まあ、ピンチにしただけで、はい、あとはほぼ完璧だったというね、うんうん、でこの斉藤という投手を見てると非常に落ち着いてるね、気持ちの中が。19歳ですけどね、あ、それでね、はい、まあ、ヒーローインタビューとかも聞いたけども、うん、なんか楽天の岸に似てるんだよね、話し方が、話し方が、うん、だということはなんかね気持ちがなんかすごく、岸投手もそうなんだけど落ち着いてる感じがするんだよ、うん、だからああいう投手になるんじゃないかなっていうようなね、なるほど、投げ方は全然違うんだけど、うん、なんか気持ちの中はなんかすごくいつも冷静で、うん、なんかこうバッターに立ち向かっていけるような、うん、そんなピッチャーになっていくのかなっていうね、そういう感じがしました。なるほど、はい、はい、それでこの試合活躍したのが大里、おお、ね、ね、一番に抜擢されて、うん、4打数3安打1打点1盗塁というね、はい、でこの人の特徴っていうのは、うん、あの腕の振りが速いわ、はい、腕の振りが速いっていうことはバットの振りが速いということ、普通ね若い選手って体を振っちゃうんだよね、うん、だけどこの選手は腕がパーンと振れるんだよ、はい、だから非常にこれからの活躍がなんかこう楽しみだなっていうような、うん、まあ、そういう選手だね。で、西川、はい、ね、4回に1本のホームラン、ツーランホームランを打つんだけど、はい、まあ、この日は4打数1安打2打点、うん、まあ、1ホームランという、うん、この2人というのは、はい、西川が初戦にフライを落としてんだよね。そのエラーをきっかけに1点取られると、その1点で負けてるんだよ。で大里っていうのは、はい、せっかく塁に出ててちょっと中途半端な走塁が、初回にね、はい、3本間で挟まれて、その後もチャンスが続くんだけども、なんかリズムをつかみきれなかった2人なんだよ。なるほど。これが3試合目になんかお返しをしたというか、帳尻、うん、合わせてきたというか、まあ、でその意地を見せたというかね、うん、まあ、そんな活躍ができて、ああ大したもんだなと思って、はい、大里もそうだし西川もそうだしね、うん、で5回、はい、でその大里がツーベースに出て、うん、太田のツーベースで連続二塁打で、うん、まあ、ダメ押しを取ったというね、はい、まあ、それで都合5対1という、うん、まあ、そういう結果にはなったんだけども、はい、まあ、オリックスもせっかくいい形でね、ZOZO マリンに入ってきて、うん、まあ、2000完封で負けてるん でチャンスがありながら、なんか自分たちで自滅したような形の試合が続いたんだけども、うん、でもよくこの3戦目ね、若い斉藤を盛り立てて、うん、勝ったと思うし、うん、まあ、ミスしたね、
この2人が、よく頑張って、なんていうのかなこう意地を見せてくれたというね、うん、はい、でまあロッテはちょっとあの斎藤とか、うん、あピシャッと抑えられたから、まあ、まあ大丈夫だと思うけどもね、ロッテの勢いというのは大丈夫だと思うけど、うん、はい、まあでもソフトバンクに7ゲーム差、うん、ちょっとずつじりじりだけども、ね、まあ詰めてはいってるからね、うん、まあ、頑張ってほしいと思います、はい、まあ、そういうね、オリックスはね、あの一応順位的には今5位ですけど、うん、その上が楽天日本ハムが3位で、うん、5割なんだよね、そう、うん、ちょうどね、で、はい、その下で 0.5 ゲーム差なんですね。そうなんだよ、だからここら辺は大混戦、ね、まあまあまだまだね、うんうん、あの本当に実力のあるオリックスだから、うん、まあ、こういう意地がある選手たちが多いからね、うん、やられたらやり返す、失敗したら取り戻す、まあ、そういった選手が多いだけにね、うん、まあ、期待もしたいと思います、はいはい、というような1試合お伝えしました、はいはいはい、ということで、ロッテとオリックスはロッテが2勝1敗の勝ち越しということになりました、はい、ということで、昨日の試合の中で、うん、日本だけじゃなくて昨日というかね、このちょうどこう昨日っていうのか今日っていうのかみたいな、まあ、そうだね、うん、アメリカの話、まあ、時差があるからね、うん、大谷が MLB 通算200号打ちました、ようやく出ましたよ、ようやくっていうか、わいいペースだよね、おめでとうございます、次々と思ってたら出ましたね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、まあ、それで、ベーブ・ルースの、ね、記録、うんうん、まあ何試合目で打ったとか、うん、そういう記録をねもう破ってるというね、うん、だからもうなんかこういろんな人の200号の通過点とかね、うん、何試合目で打ったとか、ね、まあいろいろ出てるけども、はい、大谷さわおと早いね、そうですよね、それも二刀流やりながら、うん、だからもう大したもんだよね、すごいですよ、もうこれいろんなものが記事になりますけど、ここにね、うん、最近はね強引にね、うん、なんて言うんだろう、引っ張ってるというか、うん、この200号も外の球を強引に引っ張ったようなね、うん、まあ、そんな感じがするし、その試合で決勝タイムリー打ったりだとか、うん、この大活躍っていうのはもう皆さんもご承知の通りで、うん、まあ走るわね、はい、ホームランは打つわ、ね、勝利打点は稼ぐわ、うん、ねえ、まあ、すごいことになってるよね、ね、はい、2021年以降は、3.5 試合に1本のペースで打ち続けてるというすごいペースですかね、いや 3.5 試合のペースってメジャーだからね、そうそう、それをコンスタントにこの何年も続いてるっていうのはすごい、そうだね、昔ね130試合の時代に掛布さんが言ってたのが、うん、3試合に1本、うん、1カードを3試合として、うんうん、そのカードの中で1本打てば40本超えるっていうふうに言われてたんだけど、まあメジャーの場合は162試合あるんで、うん、でそのペースでいくとやっぱもう50本とかね、うん、まあ、60本に到達するんじゃないかっていうね、だから 3.5 試合に1本っていうことは、うん、まあ今年はもうちょっとペースも上がってるだろう、これはもう50本から60本の間で、はい、ホームランが決まるかなっていうような、まあ、そんな感じもするしね、本当 この選手は本当は二刀流だっていうのもまた今リハビリ中だからね、言っとくけどね、うん、その中でこれですよ、まあすごいよね、打者専念してる今年にね、どうなるんだろうという、うん、いやだから今年ね、うん、打者専念でどのぐらいの数字が残るかなっていう、うん、まあ仮にも、うん、二刀流だからなんか自分のバランスが取れててこの成績なのか、それとももうピッチャーやらなくてね、すごい成績が残るのか、まあどっちなのかなっていう、いろんなこう形を想像したけども全く大きなお世話だったね、そうそう、もうピッチングはピッチング、バッティングはバッティングってもうすごい別物だよな彼にとっては。それと、今日の夜中というか、今日の夜中というか、まあまあ明け方というか、あ、ね、ね、うん、デトロイトタイガース、うん、マイケンがそうそういるところと対戦しました。そうそう、でマイケンはブルペン待機で待ってたんだけど、はい、出番がありました。そうそう、ね、結果から言うと、うん、3イニングを投げて5奪三振、
そう、まあ、非常にいいピッチングをね、とってもかっこよく、ね、いやそうだよな、うん、それと、うん、その中で大谷とのね対戦ありましたね、対戦ありました1打席、うん、ね、結果はヒットです。ヒットだけども、まあ、ヒットだけどもっていうか、やっぱね大谷に投げると力むんだろうね。いやでも絶対意識はしますよね、知ってる人だとね、まあ、それと報道されるのもよく分かってるしね。そうそうそう、ね、いやだから、なんて言うんだろう、他のピッチャー、あのバッターと対戦するときはすごく低めに制球されてたし、そのボールがすごく、うん、一つ一つの球が有効的に見えたんだよね、うん、意図を持った、うん、だからやっぱり日本人投手らしく、なんか一球一球に意図があって、うん、打ち取るところはここだろうなっていうような、だからいろんな想像して見てたけども、はい、大谷の時にはもう力んでるからね、うん、ちょっと引っかかってショートバウンドのボールだとかいろいろあった中で、うん、ツーシームを投げた球が 外寄りの高めに行って、でも打球は上がらなかったんだよね。そう、あのショートへの痛烈な打球で、うん、まあ、ショートが弾いて、うん、まあ、ヒットにはなったけども、うん、まあ、だけどなんかすごくワクワクするような ね、まあ、対戦が見れて、まあ、楽しかったですよ。大谷選手空振りするシーンもあったりね、うんうん、でマイケンにメール、連絡したところ、うん、見ててくれたんですねみたいな、ね、まあまあ一応ね、心配で、女房は息子のように思ってるしそんなこと言ったら怒られそういやいや本当に、ね、お姉さんぐらいにしとくかな、看板屋はなんかお姉さんみたいにちょっと心配してるところがあって、うん、まあまあ応援してるんでね、そう、まあ、頑張ってほしいし、ずっと見てます。まあ大谷選手はね、まあメジャーで何本打つのか本当楽しみだよ ね、もう200ということで、うん、まあ、まあ、想像つかないですね。まあ彼は、まあでも、まあ、数字も大事だけども、うん、彼が与える印象っていうのは、うん、まあ、爽やかだし、うん、でも破壊力があって、ね、なんかこんな選手は今までいなかったなっていうような、うん、まあ、そういう印象を続けてるんで ね、まあ、リハビリ中でも待ってる姿をこうやって見せてくれるっていうのは、何がリハビリ中なのか分かんない、まあね、活躍ですね。もうこれ肘がリハビリ中だからね。そうそうそう、まあまあでも日本人の活躍がね、うん、見れたりとかして本当に楽しみです。まあこれからもね、うん、頑張ってほしいと思います。はい、ね、まあ、とりあえず、まあ、オリックス、あ、ロッテオリックス対、はい、ロッテオリックス対、ロッテ対オリックスと大谷選手の200号、マイケンのナイスピッチングをお伝えしました。はい。はい。